激闘前に観客席には大勢のサッカーファンが詰めかけています。バイタリティスタジアムへようこそ。実況は西岡明彦、解説にはおなじみ福西崇史さんをお迎えしています。生放送でお送りするプレミアリーグのこの一戦、ボーンマスがウエストハムユナイテッドを相手にします。試合前にはどちらの監督からもこの試合への自信が伺えました。どんな作戦を練ってきているのか、この後じっくり見ていきましょう。本日のアウェーチームはどう見ますか？今シーズン序盤の戦いにはクラブも満足しているでしょう。目標はヨーロッパリーグ出場でしたが、ここまでは安定した成績を残しています。よく戦えていますね。こちらがホームチームの先発メンバーです。今日はノーマルな 4-4-2 のフォーメーションです。2トップの選手が攻撃を引っ張ります。こちらがウェストハムの先発メンバーです。ダイヤモンド型の 4-4-2 のフォーメーションです。トップ下の選手が前線2人をサポートします。楽しみな試合が始まります。キックオフです。前に進んでいます。ライアン・フレイザー、ボールを運びゴールに襲いかかります。チャンスにできるか。ディフェンスが奪い返します。コーナーキックが入ります。期待のもキーパー弾き出す。今度はボールを変えてきますでしょうか。コーナーキックを蹴った。チャンスにはなりませんでした。ここはキーパーが素早く出ました。ボールをキャッチしています。うまく読んでいましたね。ドミニク・ソランケ、ここはディフェンダーが読んでいました。ドミニク・ソランケ、カラム・ウィルソン、リードを奪えるか。このシュートを弾いた。ボールを近くの味方へ。インターセプトでチームを救いました。ショートコーナーです。いい位置です。すぐにボールを返した。ここから狙うのか。ここはインターセプト。しっかり予測していました。ユスフ・ポールセン、ボールは相手に渡りました。仕掛けてきました。チャンスになりそうです。フレイザー、
よく止めましたが、ここはプレーを切りたい。素晴らしい読みでインターセプトしました。ドリブルで敵陣へ持ち込む。フレイザー、ディフェンダーの裏を取るプレーを好む選手ですが、少しタイミングが早すぎたか。アラム・ウィルソン、ライアン・フレイザー、フレイザー絡む、いいところを見ていました。これはクロスバー、ついに先制点が決まりました。予想通りではありますね。ボールを支配されていましたので、どうしても失点しやすくなります。一旦防がれはしたものの、こぼれ球をゴールへと押し込みました。キーパーはアンラッキーでしたが、あの位置にいたからこそ生まれた得点です。1点のリードが余裕を与えていますね。同点だった時よりも落ち着いています。ついに試合が動きましたね。両方ともなかなか決められない展開でしたからね。これで激しい展開になりそうです。アドバンテージでしょうか。ウェストハムへのファールを流しています。素晴らしいボールです。ゴールにつながるプレーとはなりません。スティーブ・クック、ケリー、ライアン・フレイザー、引いてリードを守るのではなく、素早くパスを回しています。ドミニク・ソランケ、サイドからのチャンス、カラム・ウィルソン、ボールをクリアしました。高い位置で激しいプレス、ボールを取り戻しました。チャンスにできるか。いいクロスが中に入った。ボールを大きく押し出します。打ってきた。ここは力のないシュート、簡単にさばけます。アンドリー・ヤルモレンコ、主審が試合を止めました。倒れている選手がいます。さっきの接触で痛めたようです。一旦外に出されるかもしれません。レフェリーが選手を一旦外に出しました。ドロップゴールで試合再開です。深刻な怪我じゃなければいいんですが。ユスフ・ポールセン、スコアは1対0。ここでハーフタイムを迎えます。前半はこの選手の活躍が目立ちました。ゲームをリードするゴールを決め、前半の主導権を取りました。後半も1点取れればかなり楽になりますよ。残りは45分、ウエストハムのキックオフです。ライアン・フレイザー、
中に入れたい。ここからどうするのか。ナイスディフェンスです。相手に当たってコーナーキックになりました。これはあるか。ここはキーパーがうまく処理します。このボールは直接相手の選手へ。ボールを運びゴールに襲いかかります。素晴らしいボールだ。素晴らしいセービング。ボールはエリアへ。パンチングで止める。キング、ゴールが決まった。まさに交代した直後のゴール。いきなり監督の采配が当たりました。これは嬉しいでしょうね。キーパー今度はセーブしきれませんでした。1回は止めましたが相手の選手がうまく詰めていましたね。こぼれ球を狙っていました。違うカメラから先ほどのゴールをご覧ください。マヌエル・ランシーニ、セバスティアン・ハラー。ボールは相手に渡りました。ウエストハム・ユナイテッドの次の試合ですがいかがでしょうか。次はクリスタル・パレスです。プレミアリーグでの対戦ですね。素晴らしいスルーパス。ライアン・フレイザー、弧を描いてゴールへ。このゴールがとどめかもしれません。点差がさらに開きます。強いチームですね。このままいけばまだまだゴールを奪えそうです。監督もここまでやられるとは思っていなかったでしょうね。フラストレーションが溜まっているのがよくわかります。チーム力の差が出てしまっているということでしょうか。パスはまっすぐ相手に渡ります。フレイザー、クロスのチャンス。ファーポストにクロスが渡る。続いています。ここはキーパーがボールをキャッチ。枠に当たりましたが結局防ぎました。よく失点を防ぎましたね。普通あのシュートは入りますよ。相手ボールになります。カラム・ウィルソン、ひとまず前に出しました。ジェフェルソン・レルマ、味方がサポートに来ます。ボールをキーパーが見送ります。選手2名ピッチに向かいます。
パブロ・フォルナルス。前に運んでいます。かました。さあどうする。おっと裏へ出した。この選手今日はいいプレーを見せていましたが、ここでベンチに下がるようです。ゴール前に入れた。ボールは手前のポストにいたディフェンスがカット。素早くボールを返した。カラム・ウィルソン、キーパーが処理しました。ライアン・フレデリックス、セバスティアン・ハラー。ここで攻守が入れ替わります。キング、ジョシュア・キング。エリア内滑っていた。セバスティアン・ハラー、相手ボールになりました。ペナルティエリアで選手が倒されましたが、審判の笛は鳴りませんでした。サポーターは判定に納得していないようですね。さあどうする。ここは素晴らしいタックル。コーナーになりました。ショートを選ぶ。中に入ってくる。入ったかと思いましたが、ディフェンスがブロック。セバスティアン・ハラー。ウエストハム、サイドにスペースが空いています。タックルでボールがこぼれました。カラム・ウィルソン、さあ攻撃を作ります。攻撃の中心です。ボールを持って上がります。このタックルはファールを取られます。カードもあるかもしれません。イエローカードが出ます。軽率なファールは避けたいですね。監督は今のジャッジに対して不満そうですね。中の選手に合わせたいですね。誰を使ってくるんでしょうか。ここでゲームの終了を告げる笛が鳴りました。試合が終了しました。ボールのよく動く見応えのあるゲームになりました。福西さん。はい、負けたチームも自分たちの良さを出せたゲームでしたね。今日の試合、この選手の光るプレーが数多くありました。目立っていた選手の一人です。よくやっていました。勝利につながるゴールを決めてくれましたね。